泣き顔ファミリー愛してるぜ。どうも泣き顔ファミリーです。今回はね、 iMovie のね使い方を教えていきたいと思いました。はい、 iPad とスマホ版の iMovie の使い方を教えたいと思います。はい、こちらです。今画面にね出てると思うんですけど、まず最初にね、で iMovie を起動したらこのようにねプロジェクトとなるのでね、はい、これが出てきたらね、プロジェクトのプラスっていうねこのマークをねまず押します。はい、そしたらねムービーか予告編か2つのね選択肢が出てくると思うので、ここでゲーム実況とか YouTube のね動画編集をしたいとかなら、まあムービーがいいと思います。そしたらね自分のねアルバムが出てくると思うので、編集をしたい動画をタップします。はい、タップしたら一番下にねムービーを作成と出るのでね、このムービーを作成をタップします。はい、そしたらねこのようにね動画がタイムラインっていうのかなに出てくるので、はい、こっからまず動画編集の始まりです。このようになったら、とりあえずね動画編集といったら、カットが重要。動画編集はカットがね多分一番するんじゃないかなと思ってね、そのカットの方法を教えたいと思います。こっからここの間をね切り抜きたいという時には、まずねこの動画をここをタップします。そしたらこういう風になるんでね、真ん中ら辺にね分割というボタンが出てきます。そしたら分割と押します。そしたらね僕はね次に、ね、応募条件はこれだ、はい、ここまでね、さっきのこっからここまで切り抜きたいので、ここでもまた分割と押します。でそしたら切り抜きたい部分だけ孤立するので、ここの部分をまたタッチして右下の削除を押したら、はい、このように消えてカットができます。こういう感じでね、カットしていけば簡単です。はい、例えばここでもはい、そしたらね動画編集の基本となるカットができたということで、次にね字幕を入れたいと思います。はい、次にね字幕を入れたいと思います。字幕の入れ方はね、まず字幕入れたいタイムライン動画をタップして、そしたらね T という文字があるので、この T という文字をタップします。はい、そしたらねこのようにねなんかいっぱいあるんですよ、字幕の種類が。ただね、自分が使いたいなというね、字幕タイトルをねタップします。自分の上の画面にねタイトルを入力と書いてあるので、ここをタップします。そしたらね、まずタイトルを入力を消して、自分のつけたいね、タイトルを字幕を入れれます。はい、僕だったら泣き顔ファミリー、はい、僕だったら泣き顔ファミリーと入れます。泣き顔ファミリーと入れたらもうね再生してみます。という感じでね、字幕を入れられたのはいいんですけど、ここの動画にね、字幕を入れたんでね、ここの動画全部にねこの泣き顔ファミリーという文字が入っちゃっています。そういう場合はね、泣き顔ファミリーという字幕をここまでつけたいんですよ。ここの後からはね、ここの後からは字幕をね出したくないので、そういう場合はどうするかというと、この動画をまたタップします。で下のねカットのマークがあるので、ここをタップします。そしたらまたねさっきの分割ボタンがあるので、これをタップします。はい、そしたらなんとね、ここまでは字幕が表示されるんですけど、こっからはさっきの泣き顔ファミリーの字幕が表示されないという感じになるのでね、字幕を入れた後、は字幕つけたくないという場合はね、こっからは字幕をつけないように
あ、字幕をつけないように分割したら字幕をつけなくて済みます。これとこれをいっぺんに、いっぺんに表示させることはできなくなっております。ね、音量ボタンですね。例えば、僕だったらこっからここまでの間の音量を、ゼロにしたい。そういう場合は、こっからここまでをまずさっきみたいにカットします。そしたらここだけ孤立するので、ここをタップして真ん中のね音量ボタンがあるので、ここをタップしたら、このようにね音量表示ボタンが、出るので、音量を上げたい場合は右にずらしたら音量が上げられます。音量をゼロにしたい場合はここをね、ここをねゼロ、一番左にしたら音量が全く出ない感じです。はい、これがねはい、これがね音量全く出てない状態ですという感じにね、分割してここだけ孤立した部分を音量ゼロにしただけなので、こっちはね音量をね何も設定していないので、こっちはこっちでまたね音量を上げたかったら上げて、下げたかったら下げてっていう感じでね、まあ一部分だけ上げたり下げたりできるという感じになっております。次にね、この自分のね画面をね、アップさせたり縮小させたいときは、そのアップさせたい動画をタップします。そしたらね、左下のカットマークをタップして、右上にね、なんかあるじゃないですか、虫眼鏡みたいなこんな感じのマーク、はい、ここをタップします。わかる。こんな感じでね2本指でアップしたり縮小したりできるので、これでね2本指でアップしたり縮小したりできるので、アップしたいところにこういう風にねアップしたり縮小したりもですることができる。さっきみたいに分割したところだけねアップしたんで、ここだけアップしたんですけど、通常のところはアップされていないという感じになっています。次にねフィルターですね。ここからここの部分までフィルターをかけたいという場合はね、またさっきみたいにこことここで分割して、ここにフィルターかけたかったら右下のマークを押して、そしたらねこういう風にねいっぱいあります。こうやってフィルターこんな感じとかね、はい、なんでねこのフィルターで自分のね自分の好みなフィルターにすることができます。はい、そしたらこんな感じですね。元から iMovie に入っている音楽を使いたい場合は、右下の設定マークを押します。はい、そうするとねこのように出るので、真ん中ら辺にテーマというボタンがあるので、これでモダンとかね明るいとか愉快ネオン、旅行シンプルニュースというね曲があるので、このねこの自分のね好みな音楽をタップして、まあシンプルだったらシンプルをタップして、テーマ曲というボタンをねオンにします。ここですね。はい、そしたらねこのシンプルというね曲がねここに全体的にかかるようになります。これで iMovie の音楽はセットできたんですけど、次にねこの音楽のカット方法を教えたいと思います。この音楽のカットはこの一番下の緑色のマークが音楽となっているので、そこを選択したらまたね左下にカットマークがあるので、これを押してまた分割をします。でそしたらね僕だったらここにもね分割をかけたいので、ここに分割をかけて、曲をね削除したい場合は右下の削除をします。ということでね今回はねこんな感じですね。基本的なあれといえば、はい、ということで、ね、今回はね iMovie の使い方を教えたということで終わりにしたいと思います。ぜひともねチャンネル登録してもらえると嬉しいのでよろしくお願いします。それではありがとうございます。
今日も見てくれてありがとうございます。こちらからね、チャンネル登録してもらえると本当に嬉しいのでお願いします。まあ、一人一人のねチャンネル登録がとてもね嬉しいんですよ。登録者が1000人、1万人、10万人っていくごとにね、まあマスクなどを取っていきたいと思うので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。